よ。こんにちは、こんばんは、タイポンです。先月1月31日に視聴者の子にお誕生日サプライズドッキリをしました。その子は俺のお母さんの友達の息子の同じ学校の子で、今回サプライズした子のお誕生日が1月31日で、でそのお友達がお母さん友達ルートで、まあ俺のとこに話が来て、誕生日だからサプライズでサインと YouTuber の本と歌ってみたの本を渡しに行ってくれないって言われたので、もう喜んでということで、今回その子へのお誕生日サプライズドッキリをやってみました。その時の映像がありますので、そちらをご覧ください。じゃあ今ゆいちゃんサプライズで誕生日だからプレゼント、サインと本のプレゼントを、ゆうちゃんおめでとう、ハッピーバースデー。本持ってくればよかった。はい、おめでとう、ゆい。あの YouTuber の本ですか？そう。ありがとうございます。ちょっと乗ってるからサインサインはじゃあ、はい、歌ってみたかった。はい、サインを書きました。1ページだけ。いや、ありがとうございます。はい、サプライズ成功。成功、成功ですか？おめでとう。どれを見ればいいんだ。よかったね。誕生日プレゼントタイプもいいってしたもんね。聞かれたくないよ。毎日言ってたから。めっちゃ売れてんだけど。大丈夫です。発案者サプライズ、サプライズ大成功。大成功、大成功。おめでとう、おめでとう、おめでとう。